皆さん、こんにちは。今回はゴーゴーキッズ所属の田中ひなりくんについて、現在起きている重大な出来事からこれまでの活動、そして家族のことまで詳しくお伝えします。まず今最も注目を集めているのが、人気アイドル誌明星からの突然の完全消去という衝撃的な出来事です。事の始まりは2024年10月1日のハイハイジェッツ高橋優斗くんの脱退退所でした。この出来事以降、スタートエンターテインメントのジュニア再編成の噂が加速し始めます。そして10月12日フライデーが重大な予告とも取れる記事を掲載します。美少年の金指一世が11月1日にスタート社を退所することが発表された。ですが彼以外にも退所するメンバーはいるようです。実際に今月中に発売されるアイドル誌に載るグループの写真に写っていないメンバーがいると聞きました。それも結構人気のあるメンバーで、この記事を受けてファンたちは10月22日発売の明星12月号の内容に注目すると、そこには衝撃的な事実が隠されていました。まず一つ目の衝撃がグループ写真からの消去です。ゴーゴーキッズの集合写真に田中ひなりくんの姿がありませんでした。グループ写真に写っていないのはゴーゴーキッズの田中ひなりくんとアンビシャスの川下岳くんのみでした。しかしこれは序章に過ぎませんでした。より衝撃的だったのが、同号に掲載されているジュニア大賞の投票用紙からも田中ひなりくんの名前が完全に消されていたことです。このジュニア大賞は単なる人気投票とは異なります。恋人にしたい、お兄さんにしたい、一番美形、一番おしゃれ、ダンスがうまい、歌がうまい、演技がうまいなど多岐にわたる項目があり、ジュニアたちのさまざまな才能や魅力を評価する重要な企画なのです。特に重要なのが、この企画には一言選挙演説というジュニアたち自身が自分の魅力をアピールできる貴重な機会も含まれているという点です。ファンにとってはお気に入りのジュニアを応援する場であり、ジュニア本人たちにとっては今後の活動方針にも影響する重要な指標となるものです。そんな重要企画から名前が完全に消されてしまったことは、単なる一時的な休養や活動自粛とは異なる、より重大な事態を示唆しているとファンたちは考えています。さらに事態を深刻にしているのが、グループメイトである鮫島亮くんの動向です。鮫島亮くんは10月いっぱいでの脱退退所をすでに発表しており、これにより8人グループだったゴーゴーキッズは7人体制となることが決定していました。しかしそんな重要な時期にグループのメインメンバーである田中ひなりくんが写真から消され、投票企画からも名前が消されるという事態が起きたのです。こうした状況の中、田中ひなりくんの退所の可能性についてさまざまな憶測が飛び交っています。退所の可能性を指摘する声が上がる背景にはいくつかの要因があります。まず一つ目が田中ひなりくんの芸能活動の経歴です。実は田中ひなりくんはジャニーズ入所前からモデルプロダクションボナプロに所属し、CM やモデル活動で活躍していました。そのためアイドル路線よりもモデル俳優としての道を選択する可能性も指摘されています。実際田中ひなりくんは俳優としても頭角を現しており、王様に捧ぐ薬指への出演で注目を集めています。2つ目は現在のスタートエンターテインメントが大きな転換期を迎えているという状況です。まだデビューも果たしていない中で他の事務所への移籍を考えている可能性も否定できません。そして3つ目が一部で話題になっている SNS での匂わせ投稿です。インフルエンサーのひとみさんがひよことオレンジのアイテムを意図的に投稿したことでファンの間で物議を醸しています。匂わせではないかと噂される理由として、ひよことオレンジはひなりすぎるからであるそうです。こうした投稿からひとみさんが田中ひなりくんとの関係を匂わせているのではないかと話題になっているようです。男性アイドルとの関係の匂わせはかなり巧妙なものが多く、ファンもナーバスになってしまう出来事であると思います。実際にひとみさんが田中ひなりくんと関係を持っていて
ファンに向け匂わせをしているのであれば、その事実を知った事務所とのトラブルも避けられません。ただし、そんな不安な状況の中でも、田中陽成くんは俳優としての才能を遺憾なく発揮し続けています。特に注目を集めているのが、重岡大毅さん主演のドラマ単身花火での演技です。このドラマは主演の重岡さんとヒロイン荒木優子さんが初共演し、30代の男女4人の止められない愛を描く衝撃の単身赴任ラブサスペンス。田中陽成くんは重岡さん演じる主人公桜木俊の中学時代を演じています。実は田中陽成くんと重岡さんには以前から接点がありました。以前何度か重岡くんたちが歌っているバックについたことがあるんです。その時はお話できなかったんですけど、すごく楽しそうな先輩方だなって、テレビで見ている時だけでなく裏でも皆さん賑やかで素晴らしかったんです。本当に理想のグループだなと思いました、と田中陽成くんは語っています。現場では監督から眉毛やこの辺が似ていると指摘され、さらにカットがかかった後のよしという掛け声まで同じだと驚かれました。重岡さんも今回会ってこの感じ懐かしいと思いました。こういうのも含めてきっといろんなことが初めて尽くしだろうし、すごくいい顔していますよね。中学3年生の時は僕もこんな感じやったなぁと思い出して、なんか懐かしい気持ちになりました、と親しみを込めて語っています。特に印象的だったのが現場での田中陽成くんの真摯な姿勢です。15歳とは思えない質問をしたのです。スタッフさんや一緒にお仕事をする人との現場でのちょうどいい距離感を教えてほしいです。この質問に重岡さんは、真面目な大人の質問と驚きながらも、僕も自分の距離感がいいとは思ってへんよ、近いなって思われてるかもしれんし、どうしたらいいんやろうねと悩み始めます。そして最後にはオリンピックとか甲子園とかを見てて思うんですけど、一生懸命なのが一番ですよね。一生懸命やってたら人の心ってめっちゃ動くから、だから距離感とかは知らん。15歳、中学生やろ。ほんまに勉強も仕事も一生懸命頑張ってほしいな、と熱いエールを送りました。この単身花火というドラマでは、田中陽成くんは中学生の初恋というピュアな感情を表現することになります。田中陽成くんは中学生の恋愛のピュアな感じを出していけたら、初恋が物語の始まりだから、しっかり演じて見てくださる皆さんにキュンキュンしてもらえるように頑張ります、と意気込みを語りました。これを受けて重岡さんも、旬の初恋がとても大事になってきます、その初恋時代をひなりくんが演じてくれるので、ピュアな感じを見て胸がギュッとなったり、自分の初恋を思い出したりしてもらえるといいなと思います。俺は大人時代を頑張るから中学時代を頑張ってくれ、と後輩への期待を込めて語っています。ここで田中陽成くんの家族についてもお話ししておきましょう。田中陽成くんには4歳下の妹田中ニーナちゃんがいます。2012年9月26日生まれのニーナちゃんは、兄と同じくボナプロでキッズモデルとして活動しています。ニーナちゃんは明るく活発で愛嬌のある笑顔が可愛い女の子と評されており、塗り絵、縄跳び、プリキュアごっこをして遊ぶのが好きな普通の女の子だそう。好物はウインナー、うどん、ラーメンで、バレエと英語を習っているそうです。兄弟揃ってキッズモデル事務所に所属していることから、ご両親も美男美女である可能性が高いと言われています。またサッカー、バレエ、英語など兄弟揃ってさまざまな習い事をしていることから、比較的裕福な家庭環境であることも推測されています。さて、最後に田中陽成くんのこれまでのジャニーズジュニアとしての活動を詳しくご紹介します。田中陽成くんは2019年7月7日にジャニーズ事務所に入所しました。オーディションの面接官は滝沢秀明さんで、同期入所者は実に20人という大所帯での入所となりました。2022年5月3日にはジャニーズエクスペリエンスで
GOGO キッズの結成が発表されます。このグループは2021年11月に行われた HiHiJets の初アリーナ公演でローラー隊をしていたメンバーがそのまま結成されたという経緯があります。グループ内では田中ひなりくんは喋り担当&リーダー的存在として活躍。メンバーカラーはまだ正式発表されていませんが、ファンの間では明るいイメージから黄色と予想されています。憧れの先輩としてはセクシーゾーンの中島健人さんとキング&プリンスの高橋海人さんを挙げています。中島健人さんについては優しくてダンスが上手と評価しており、テレビ番組で幼少期を演じたりコンサートのバックで共演した経験もあります。高橋海人さんについてはジャニーズジュニアの動画コンテンツ内で同じ髪型にして披露したり、ぬいぐるみになって高橋海人さんを癒してあげたいとコメントするなど強い憧れを持っているようです。現在 GOGO キッズのメンバーからは鮫島亮君の退所報告に関連して今後は7人でやっていくという意思が示されていますが、田中ひなり君の今後については不透明な状況が続いています。モデル、俳優、アイドルと様々な才能を見せている田中ひなり君だけに、今後どのような道を選択するのか多くのファンが注目しています。デビュー組も退所や独立、業務提携など様々な形態を取る中、ジュニアたちにとっても大きな変革期を迎えています。その中で田中ひなり君がどのような選択をするのか、これからも彼の動向から目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。